はい、今回なんですけど、マエスさんにはね、ちょっと光る密着で1日撮るみたいなこと言ってるんですけど、実は偽企画で、はい、マエスさんにちょっと1日ね、ご褒美を与えようかなと。マエスさんは指負傷したんで、なかなか自分でどこも行けないと思うんで、俺が運転してあげて、マエスさんが行きたい場所に連れて行って、買い物に付き合ってあげようと。マエスさんって買うのが好きなんですよ。買うのが好き。こっそり買ってますからね。そう、浪費癖があるというか、なんか本当にね、アマゾンとかでもそうなんですけど、やたらと買うんですよ、何か。それがまあストレス発散みたいなところになってるのかもしれないですね。だからそんなマエスさんの買い物に付き合ってあげようっていう、今回はそういう一日です。まあ、朝から起きてね、まあ、昼の11時ぐらいなんですけど、マエスさんが食べたいものを食べて、欲しいものを買いに行ってみたいな。普段だからね、一人でこっそりやってることを今回の動画上に残そうという。マエスの買い物ってどうなんだっていう。マエスさんの気ままに一緒に動けるってことですね、僕ら。あ、マジっすか。目的地教えてほしいんだから、どこ行きたいのかっていうの。単純に行ってみたいのがアウトレットとか。おお、東京ってあるアウトレット。東京一応あるんすけど、ちっちゃいし、めっちゃ。あとハイブランドとかはないっすね、東京のアウトレット。いや、欲しいっすね。どこなんすか、ハイブランド。多分一番アウトレットでハイブランド揃ってるのは御殿場ですね。御殿場ってどこっすか。静岡県ですね。静岡っすか。はい。クソ遠いやんけ、静岡って。高いな、静岡。朝から行きましょうよ、もう。だいぶ今日マエスさん強気っすね。アウトレットなんて俺だったら、神田のアウトレット。ああ、神戸や、神戸のね。そこしか行ったことないですね。でもアウトレット楽しいですよね、確かに。いや、楽しいですよ。何でもあるじゃないですか。はい。フードコートとかもあるし。そう、飯も食えるし。そう、デートスポットっすよね。そうっすね。なんか僕、女の子の行くイメージなんですよね、アウトレット。過去に3回ぐらい行ったことある、全部女の子だったんで。楽しいっすよね、アウトレット。いや、そうっすね。疲れますけどね。確かになんかこのメンバーとかで行ったことないんで、楽しみっすね。久しぶりっすね、アウトレット。はい。しかも、御殿場でかいんだったら、それはそれで楽しみっすね。めっちゃでかいっすよ。言って静岡なんで、ダメでしょ。まあ、1時間半とか2時間あれば。楽しみやな、普通に。急にマエスさん、のけぞり出しました。王様みたいになってますよ。マジで買いますからね。しかも買い物長いんですよ、こいつマジで。あ、そうなんだ。イライラしてくるんですよ。例えばメガネ選びとかってなるじゃないですか。はい。めっちゃ長いんですよ、こいつメガネ選び。俺とかやったら、もう行って瞬間、確かに秒で、あ、これみたいな。マジでだから、じっくり決めたい話だよね。だからもう試着とかも全部したいし。そうなんですよ。買い物するときマジで試着するんですか。絶対します。えぐ。本当に女の子みたいな買い方なんですよ、どうしたら。確かに確かに。めっちゃイライラするんですよ、それ。ええやろ、もう1個ずつ試着していくんで。彼女でもギリギリ許せるぐらいなんだけど、それが前さんなんでちょっときついで。も多分女の子からすれば一緒に楽しめるじゃないですか。楽しめますよね。でも前さんって人が来てるのに、あ、これいいとか悪いとか結構好きじゃないですか、言ってくれるの。そういうのも結構多分女の子からしたらポイント高いんじゃないですか。確かに。だからなんか佐々木さんとか光の好みの僕の服をちょっと選んでほしい。やりたいやりたいやりたいですね。やるだけじゃなくて、最近僕もちょっとハイブランドに目覚めてるんで。今日もだって、今日のマッチがかっこいいもんな。ゴリゴリハイブランド、えぐっ、かっこいいもんな、これ全部トルガバスの上から下まで。全身トルガバナ。中に着てる服までトルガバスからね、地味にこれ。中もガッパーナ。ガッパーナ。でもなんかかっこいいですよね、本当に。やっぱかっこいい、雰囲気変わりましたね。本当に今日ハイブランドしか見せない。まあ、靴がリザードかな。確かに。あ、でもこのハイブランドにも溶け込めるリザードのポテンシャルの高さすごいですけどね。まあそうですね、はい、それはコンセプトで作ったんで、一応。まあ本当に今時計も高いんで、僕今で3000万。こんな高い時計自分がつけると思ってなかったですけど、まあ今は高くなっちゃったんで。冷静に考えてやばいっすよね。トータルで多分4500万ぐらいですね。いや、もうトータルコーデ。叶姉妹やん、叶姉妹。どんなプレッシャーなんだ思うな。プレッシャーとかないで、別に盗まれてもだって平気だから。盗まれても平気やからこそ買えんねん。買えへんもんね、普通。買えへん買えへん。まあ、3500万の時計をもうビクビクしながら買う人は買わないですからね。そうなんですよ。着なくてもいいやって思うぐらいの気持ちで持ってるんで。どっちかって思い出を買ったみたいなところなんですよね。確かに。物を買ったというよりも経験とか思い出を交わしてもらったっていう感じなんで。まあ、なくすのもまた一つの経験ですよね。なくした人にしかなくした話できないじゃないですか。それでまた手に入った時の感動はもう一回僕ら見させてもらってますからね。そうなんですよ、ね。まあ、もう手に入んないですよ、これは。なくしたら。あの顔はやっぱ、それを経験したことある人じゃないと見れないじゃないですか。そうなんですよ。高いものを買った人にしか分かんない世界はあるのは間違いなくて、指針でありますよね。俺もだって初めてハイブランド買ったのまだ覚えとんの。グッチの靴でしたけど。え、初めて靴買ったんですか。初めて靴でしたね、僕。なんて初めて。まだ残ってますよ、その靴。残してますね。俺、ロレックスかもな、初めて買ったハイブランド。いや、いきなり。デートキャッツ買いましたね。デートキャッツ覚えとう、あれかっこよかったもんな。給料前借りして買いましたね。これックスがデビューでした。今回ってやばいね、そうじゃないっすよ。めっちゃ欲しくなったんですよね、かっこいいなと。これをつけたらもう一段上に行けるんじゃないかって錯覚したんですよね。ロレックスはだってみんなは1回は絶対欲しいと思いますよね。まあ王の時計ですよね。若者はね、光りますよね。光りますね。ベンツとかと同じなんですよね。そうですね。大人って今でもかっこいいと思いますからね。ロレックス価値落ちないんでね。今めっちゃ上がってんすよ、ロレックス。一番来てますよ。はい。半年で50万ぐらい上がってたみたいですけどね。へぇ。昔からエグですからね、デートの。しかも、3000万の時計とかすると安いんですよ。まあ確かに。そうですよね。言って100何十万。そうなんですよ。3000万って比べたらそうですね。一般的にはめっちゃ高いですけど、ロレックスなんかもう。当時はね、やっぱ圧倒的なリーダーになりたかったんですよ。
アレクサンドロス大王の言葉で、一匹の獅子が従える羊たちの群れと一匹の羊が従える獅子の群れ、どちらが怖いのか、間違いなく前者だっていうみたいな、そんな言葉があるんです。獅子が従えた羊たちと羊が従えた獅子たちだったら、獅子が多いのは羊が従うとこないけど、従える人間がすごければ羊は獅子と化すみたいな、そういう言葉があるんだけど、その言葉を19と聞いて、これだな、これがリーダーになってすごい組織を作ろうと思ってもらったんです昔で、リーダーは形から入らなきゃダメだって言うんですね。ロレックスですよ、ロレックスを持っとかないとダメだというわけわかんない考え方で買いました。でも当時はね、価値分かってなかったんで、なんとなくつけてましたね。高いものイコール価値があるんで、やっぱね、余裕持ってから買うのと切羽詰まってる時に買うのじゃ話変わってきますよね。あの時買ってよかったなと思います、今になるとね。背伸びしたっていうか、背伸びすることの大切さ。いや大切ですよね、背伸びするもんね、絶対奮い立たせないといけない。そうなんです、マインドが攻めてるんですよ、気持ちが前を向いてるって証拠なんですね、背伸びしてるってこと。危うくもあり、でも若者ゆえのエネルギーなんですね。アグレッシブさありますよね。そうなんです、大人になるにつれてやっぱね、防衛線張ってるじゃないですか、守りに入るというか、安定してから買おう背伸びなくしなくなるじゃないですか、背伸びするのカッコ悪いってなっちゃうんだ、なると。だからこそ背伸びしていきたいですよね、いまだに。じゃあ俺も背伸びしていいもんな、はい、愛された方がいいな。あ、でも獅子にはなれんから。羊やから、羊やから、羊が獅子に化けることもあるんか。だから獅子の後ろにおったら化ける。1番手なのか2番手なのか3番手なのか能力って変わるよな。前さんってやっぱ裏におった時強いよな、はい、スピアパターンよな。だからマジでカメラ持っとる時前さんってめっちゃ強けん。そうそう、でもカメラ一人で当てられた時にお前さんってめっちゃ浮気になるから、うん、そういうことだと思ったんですけど、ちょっとやってみようかな。いや、やめてください、ね、もうリーダータイプじゃないんすよね。でも人生ってどっちかっすよね、リーダーになるか、どっかの組織のナンバー2ナンバー3とか、こういうとこに目指すのかって難しいっすよね、そこ。そこの選択を誤ったら失敗しますよね。確かに、結局自分を客観視できてないと、それできないですよね。難しいとこですよ、そこって本当に。リーダーじゃないと輝かへん人っておるもんな。俺なんかそうなんじゃない、多分組織におったら邪魔になると思うんだけど。まあ邪魔にはなれへんし、結果はなすんやろうけど、でもガンとなりうるようなと思うな。組織が崩壊させてしまう可能性がある。上からしたら扱いづらいですよね。怖いっすよね、多分僕がいると組織を乗っ取られるんじゃないかと思っちゃうと思うんですよ。多分ちっちゃい企業だったらね、ちっちゃければちっちゃいほどクーデターみたいな起こしそうじゃないですか。反乱因子となり得るというか、だって上がごまかしたいところついてくるじゃないですか、絶対。そうですね、痛いところついてくるんだね。僕は大企業とかに就職したら、多分大企業の流動のやつは自分で自分で起業したりしますから。確かに、そういうことを起こしかねないからこそ危ないですよね、僕みたいなタイプは。納得できなかったら反抗するっていうタイプなんで。それはでも俺もしとったしな。でも大半の人はやっぱ納得できなくても押し殺すじゃないですか、唾を飲み込むじゃないけど、大人になりますよね、そこで。やっぱ長いものに巻かれていくっていう感じですね。それはやっぱ必要なことでもありますからね、組織で生きていく上で。僕は多分そうできないタイプなんで、仕方なく自分でやるっていう決断をしましたけど、紙一重でしたよね、ここまで来れるか来れないかって。僕の中では絶対成功するってことができるっていう確信ありましたけど、でも確率を考えたら多くの卒業していて、それが1年が残ってるか、2年が残ってるかってめっちゃ低いんで、僕10年ぐらい経ってるんですよ。10年目まで残ってるか、多分やばいっすよ。100人いたら1人もいないんで、1000人で1人とかそういうレベルなんで、数々の人が多分会社やると思うんですよ。でも世の中では 100% の確率だったんですけど、世間から見れば無謀な挑戦だったと思うんで、紙一重だなと思います。それもやっぱ前さんがいたからっていうのもでかいですよね。そうですね、前さんをナンバー2に添えたっていうのが僕の中のファインプレーの人でしょ。でもそれは分かってたんですよね、18歳19歳の頃に自分が初めてだから。偶然前さんが入ったんじゃなくて、前さんを口説いて入れてるんで。うん、確かにそうっすよね、はい、だから前さんの力じゃないっすね。それを見抜いてさ、はい、そうです、そうです。僕ハンニバルバルカなんですよ。ローマをね、恐怖のどん底で叩き落としたところに、カルタゴ国のね、英雄なんて言われましたからね、僕の時、当時の尊敬してた人に。光の才能すごいけど、成功するみたいな。でもなんか、お前がおった方が可能性はもっと上がるみたいな。成功が大成功になる可能性は絶対おった方がいいから、俺みたいな。もめたりしても絶対一緒におった方が、お前らうまくいくからみたいな。言われましたもんね。大事ですよね、そういうのが。幸せなことですね、兄弟で仕事できるっていうのは。最強じゃない、まあ、まあ、一番信頼できるし、何があっても切れへんというか。だからその、信用する次第の話、頭からないもんよ。ないな、疑うっていう気持ちがないわけよ。それって大事なわけで、やっぱ仕事する上で、疑う気持ちがちょっとでもあったら、いいことにならんよね。邪念が入ってくるんですよね。そうなんですよね。今、仕事してるメンバーは全員そうですけどね、もうマジで。それがないから、楽しいし、やりやすいというか。結局それを集めた光くんになりますよね。全員引き抜いてきてるわけじゃない。確かに。タイプだと本当に僕も多分出会ってちょっとの期間で相手を信用する人間いないですよ、ね、まあいないです、確かに。自分の家の鍵とか渡さないでしょ、まあ、全然渡してますからね。プライベートの家の撮影部屋と見てくれてそうなんですよ、普通に。全然ね、気にならないですよね。人を見抜く目は確かでしょうね、光るの。いや、わかりますよね、なんかこの人は違うんだ、違わないんだっていうのは。とりあえずお腹空いてっすね。そこで食べる、サービスエリアついてから。ついてからいいんじゃない、やっぱり。あと1時間ちょいぐらいです。肉食べたいっすね。もう今日マイスタンデーなんで、マイさんの言うこと聞くしかないですよね。マイさん欲しいもんとかあるんですか今。ほとんどないんですよ、もう服ぐらいですね。なくても多分マイさん見たら欲しくなるんですよ。そんなタイプなんですね。一番厄介なタイプです。あ、
でも見たら欲しくなる可能性はあるです。だから前さんとかってこの情報とか仕入れてるんですよ。期間限定で発売してますとか言ったら、そういうの見てるんで。ファッションプレスとか見ちゃうんですよ、僕。だから、おしゃれ番長っすね。おしゃれとかじゃないですけど、全然もう好きなんでしょうね、そういうの。なんか、まあ、前さん服好きですもんね。昔からっすよ。最近もだから、アディダスとヒューマンメイドっていうブランドのコラボが、昨日ぐらいに出たんですけど、これを昨日の夜、俺は知ったんですよ。出たこと。もう売り切れちゃってて、まあ、ショックでしたね。間に合わなかったっす。もう即完売っぽいっすよ、そういうの。スニーカーとかもそうじゃないですか。転売で買うもんな。そうそうそう。先に情報を入力しといて、はい、閉じるらしいっすよ。あ、そうなんですか。その時間になって立ち上げて、もうすぐ買うみたいな。だその入力する時間を気にやっておかないと勝てないらしいっすよ。結局だから一歩遅いんですよね、僕。本当に流行に多分強いやつ全部そこまでチェックしてるじゃないですか。でそこまでではないっていう。すごいよな。レオンとかも普通になんか見ちゃうっすよ。レオン の, そのサイトとか。あ、でも面白いですよね、やっぱレオンサファリとか。誰って言われるのってセンスを褒められた感じしますよね。顔がかっこいいっていうのとおしゃれってやったら、おしゃれの方が上級者の褒められ方っていう感じがしますけど、おしゃれってモテますよね。まとう空気がいいと思う。雰囲気がね、ますよね。でもおしゃれでもないんやな。難しいですよね。何なんすかじゃん。いや、わかんないです。服が好きなんですよ。ただどこを組み合わせたらいいとかわかんないですもん。そういうの分かってる人っているじゃないですか。この色買い物するときどういう基準で買ってるんですか。例えば服が好きな人たちって、あ、これ家にあるこれとこれ組み合わせたらいい感じになるからこれ欲しいとかいう買い物の仕方するじゃないですか。お前さんはその時に、あ、これかっこいいから買おうっていう感じで買うんですか。うん、まあ、そうっす。コーデとかあんま組めないですよね。それ組める人強いっすよね。強いっすよ。そのバランスがめっちゃ上手い人っているじゃないですか。いろんなコーデを組める人ってそういうタイプじゃないんで。マジセンスですかね。一生無理だと思う。人にはやっぱなんか向き不向きあるは与えられて才能って苦手なことを任せていくっていうのが大事ですね。まあ料理とかもな、俺らのチームにはおらへんけど。まあ人うまいからな、マジで。料理こそセンスだと思うな。佐々木さんとかセンスあるじゃないですか。適当に作ってうまいもの作れるじゃないですか。料理って別に、僕全然料理詳しくないですけど、まずくはならなそうな気がしますけど、ね。味付けがうまい人は、あと実は。僕大学の頃にだから一人暮らしで料理してて、全然おいしくないのがなんか3日間ぐらい連続でできやがったんで、もうやめましたね。それセンスないもんな。これまずくはならんもん。まずくはなんないですよね。まずいというか、なんか納得できへんなって、もう美味しくないなと思ったんで、もう惣菜とかになっちゃいました、そこから。めんどくさいやな。片付けとかがありますからね。そのめんどくさい感じやな。ゴキが出るんでね、やっぱ。そうなんですよ。結局料理しだして、その3日とかで経ったらゴキブリとか出ましたからね、僕。最悪でしたよ。学問の虫が中にあるとか、低層マンションしかも特にそうやろ。やっぱ指の調子はどうなんですか。今どんくらい経ってましたっけ。1週間ちょっとぐらいですかね。手術した。はい。指はもうでも、いや不便ですけど、はい、痛みはもうないんで、はい、診断もう一回したんですよ。1週間経ってしたら、そのこの包帯取るんですよ。中見してもらうんですけど、えぐいっすよ。もうグロいっすよ。だからもう指から針金みたいな針がもう貫通してるんですよ、はい、針金入れてるところがもう見えてる状態。そうっすよ。めっちゃグロいっすよ。その治療方法を思いついた天才っすよね。思いません。そんな治療どうやって思いついたかと思いません。パッと見拷問っすもんね、それ。そうっすよ。だって考えたら、これを入れたってことは抜く作業があるっていうことやん。それがどんな痛みなんかって今ちょっと怖いなと思ったもんな。まあ麻酔するんやろうけど、その麻酔が痛かったから前は。昔の人たちってさ、怪我したらどうしとったやん。一緒らしいわけ。今の近代的な医療がない中で同じことになったらどうなっとったやん。もう放置やん。放置なんかな。多分冷やしたりとか、まあ分からんけど。やばいな、そこまで。昔に戦しとったわけやろ。確かに。今よりもっと怪我になって山ほど出てくるわけよ。どうすんねんって思ったの。確かに。だからもう薬草、草とかを塗るとか、そういう感じなんでしょうね。昔の方が今よりなんか免疫高かったんかな。まあそれはあるんじゃない。強かったの、体自体は。だからもう風呂とかもジップロックを右腕にかぶせて。濡れちゃいけないんですよね。そうなんですよ。バイキンが入るらしいんですよ、濡れたら。可能したら結構やばいんで、濡らさんように生活してるのと、普段だから生活とかで支障がないようにしてますね、人差し指の。大丈夫。その針金の位置がずれたら大問題らしいんで。長いもんなんて3ヶ月やろ。針金自体は1ヶ月ちょい、6週間で、今1週間経ったからあと5週間長っ。これが終わったらもうあとは抜いて、あとはまあ引っつくまで。そうです。はい。そこまで来たらまあ楽ですけど、あと洗えないのがきついですね。消毒とかしかできないんで。マジで3週間とか4週間とかって過ぎてみれば一瞬でしたけど、過ぎるまでは長いですよね。その最中は長いですよね。待てば待つと長く感じますよね、自分が。何も考えずに1ヶ月間過ごすのと待って1ヶ月過ごすのと全然違いますよね、体感。僕も長く感じますね、強制してるの。いつもなんか何気なく過ごしたら、まあ、1ヶ月2ヶ月終わってんなと思うところが長いですね。確かに。でももうマジで光の滑舌はほぼ気にならんもんな。なるよな、そこは。でもやっぱね、何かに挑戦する変化を求めるようになってますね、すごい。
すごい体と心が、もちろん見た目の変化を欲しいっていうのもあるし、良くなりたいとかっていう、ここから落ちていくことを考えたら上がっていってちょうどぐらいだったなっていう、今より上がることで現状になるというぐらいの感覚なんですね。目標を立てるのがすごい体験はなんか楽しくて、水生活で水を飲むとかもそうですけど、強制もそうなんですけど、別の目標を立てると思って、今僕もゴルフしようかなと思ってます。ゴルフをちょっとなんか目標的にやろうかなと思って、まだいつか動画になるかもしれないですけどとかも考えてたりとか、人生にも YouTube 以外の目標も作っていこうかなって先を見据えて、あった方が楽しいもん、運動したいなと思って、単純に自然に楽しんで運動しようと思ったらゴルフが一番、ゴルフ歩くもんな、あれめっちゃ、しかも年取ってからできるからさ、先を見て多分そういうことを覚えた方がいいかなって、そうでもせんかと思う、運動するにしてももう怪我せえへんやつだよ、やっぱりスポーツでも怪我のリスクあるからな、俺とも骨弱いからちょっとショックで怪我するから、はい、アドレス到着しました。空気感がいいでしょ、なんかもう確かにディズニーランドみたいですよね、ちょっとした、まあ、あれやアレキサンダーワン大好きで、アジアスのコラボの時に入りました、行きましょうか、はい、お前さんの思うがままに、どうする、飯食う最中、あ、お腹すいたよ、行きましょうか、じゃお前さん先頭でリーダースキル発動してって、お前さんリーダースキル飯やん、とりあえずマップをまず見ないと、うわ、ほんま服めっちゃ置いてあるわ、前さんでめっちゃ似合いますね、アウトレットが似合う男っすねええな、こういうところありやろ、まあ、でも今日は前さんの買い物に付き合ってるだけなんで、前さんが好きでも買っていくっていう、そうそう、前さんが自分が欲しいのを買ったらいいんじゃない、テーマそれやから、あ、わかりました、ディスクちょっと入っていいですか、全然もちろん、はい、あ、前さんディスク好きなんですか、ちょっと見たいなと思って、すごい、いや、ここ撮影多分難しいと思うんで、行ってきます、はい、前さんが早速1店舗目からね、1着買いました、え、もう飛ばしてますね、まあまあでもまあスタートしたばっかなんで、買いました、まあ元いだろうとかできました、いや、いいっすね、楽しい役、楽しいっすか、はい、結構時間かかりましたからね、この1着選ぶのにちゃんと試着もしてちゃんと試着もして、やっぱサイズが大事、最後にこの購入品紹介したいと思います、いいっすね、いいっすね、まあ、じゃあ子供にちょっとミキハウス行った方がいいんじゃんミキハウスでやっぱ子供のやつも買った方がいいんじゃん、確かになんかありそうだけどな、分からんけど、うん、ちょっとミキハウスも行きますはい、買ってきました、買いました、マイスがもうね、パパの顔しちゃう、めっちゃかわいい、これ買ったの、いや、これじゃないけど、何買ったんですか、 T シャツです、へぇ、そう、俺子供服初めて見に行ったわ、120センチとかね、あるんですよね、130センチとか、すぐ大きくなるからすぐ買い替えないといけないんですよね、行きましょう、次行きましょう、そこから先ちょっと写真撮ってきます、さすがにもう前さんがしちゃうからですけど、確かにすげえ寂しそうじゃあ行きましょうか、アリアス無難にアリアス最近行ってなかったから、それじゃあここ行きます、ありがとうございます、アジダス行ってきたんですけど、やばいっすね、人の数めっちゃ来ましたね、マジですごい、しかも 50% オフなんですよ、大半のやつめちゃ人気そうなやつ 50% オフなんで、なんか新商品なのに 50% オフみたいになってました、ビビりました普通に、アジダスすげえな、明らかに人の入りが違いましたね、お店の大きさも全然やっぱでかいし、ね、えぐこんなでかいって言ったら初めてやったからびっくりした普通に、ありがたいことにたくさん聞いてもらいます、話しかけられないコツっていうのは動画ずっと撮っとくってことです、一回写真撮り出すと止まらなくなっちゃう、うん、まあ、撮りたい気持ちはあるんですけど人多いんで撮っていきたいと思います、勝手に撮られる分には全然僕は OK なんで、勝手にめちゃめちゃ撮られてますからね慣れたっす、買いました、マジですね、スニーカー買いましたね、 50% オフ、はい、ジオスカこれウルトラブーストやろ、ウルトラブーストっていうめっちゃ歩きやすいやつ、行きましょう、じゃあ次、じゃあここ行きましょう、ダルブローレン、すごいなんか満足度高いっすね、めっちゃ安いし、ここも子供服あるやん、あ、子供服が高いっすね、ここ確かにハイブランドダルブローレン行きます、はい、すごいな、もうポンポンポンって入ってるのもうこれ4店舗目で買い物しましたからね、だいぶ行きましたね、だってもう価格が持ってますもんね、早すぎでしょ、買い終わんの、まあ、これアウトレットの醍醐味ですからね、まあね、ポン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 、次々どんどん1店舗で1着とかね、はい、バーって買っていって気づけばなんかこんなすごい袋持ってる、そうですね、爆買いしてるっていう状態が生まれますから、毎回ちゃんと試着までするのがすごいなと思って、前さは丁寧に1箇所でいろんなブランド買えるっていいっすね、いいっすよね、でもハイブランドの違う、買い物早いです、レジのスピーディーめちゃくちゃ、ハイブランドめっちゃ長いじゃないですか、長い、あ、絶対マジでハイブランドの人1回宇宙行ってますからね、レジどこまで行ってんだぐらい遠いもんね、やっぱね、50% ほどは書かれてるんでお得感すごいんですよ、確かに人ってそこに弱いっすよね、得してる感あるとなんか買っちゃうじゃないですか、しかもなんか2点買ったらさらにとかあるじゃないですか、確かにアウトレットで買っちゃうんですよね、アウトレットに店舗とか出したいですね、いずれね、リザード確かにアウトレットって結構盲点ですね、本日の主役やってきました、すごい楽しそうですからね、はい、確かにガソンがめっちゃ浮かれてます、いや、買いました、また買いました、はい、可愛かったです、毎回今日爆買いしてるじゃないですか、4つ目ですからねそして光くんが持ってこれがなんかどこまで増えていくかっすか、確かに両手にまでいっぱいになる、普通に逆っすもんね、確かにまあ一応今日手3人で6本あるんで、いただきましょう、買います、ジェラピケありますよ、マジさん、ジェラピケいいですか、まあまあいいけど、はい、結構とかあんまり行ったことない、ジェラピケいきます、いやな、ジェラピケ、ジェラピケ
出た時めっちゃ並んでましたね。レジすごかったっすね。奥さんへのなんかパジャマ買ってました、マイスさん。自分の分以外もね、買うんだよね、マイスさんって。すごいよね、見つけるたび多分知ってる店舗入っていって一着ずつ買っていくつもりだったんです。普段やったら多分自分一人の手しかないんでモテるの限界あるんですけど、今回僕ら3人いるんで、ね、確かにモテるじゃないですか、これ相当モテますからね。まあ、何だったら多分1回車に置いてもう1回多分あいつ行くぐらいの元気さ持ってますから。 おかわりできますからね。確かにな、選んでる時の前さんめっちゃ楽しそうだもんな。目が輝いてるんですよね。俺はもう早くご飯食いたくて仕方ないです。あいつ食うって言ってるから全然食わへん。でもあんまり食べ物屋さん探してないっすもんね。どうだった、次の店どこに行こうとしか言ってないもんな。早く飯食いたいんだよ、マジで。ジェラッケってなんか可愛いっすよね、うん、着心地いいし、なんかパジャマ界の中を制圧したのがすごいっすよね。確かにパジャマっていう目の付けどころ、それが俺やっぱすごいと思うんですよ。そうっすよね、特化したのがね、パジャマに。パジャマといえばやっぱジェラッケみたいなイメージが植え付けられてるんで、パジャマで高級ブランドというかちょっといいとこっていうともうジェラッケしか出てこないんで、そこはすごいっすよね。しかもステイホームになってからめっちゃ売り上げ上がったらしいですよ。ジェラピケ着てりゃおしゃれに見えるみたいなのがあるじゃないですか。ちょっとなんかちょっと可愛い感じになりますね。はい、なんかね、女の子でもジェラピケ着てりゃ可愛く見えるみたいなありますからね。そうでも、しかもなんか絶妙にショーパン短いじゃないですか。確かに、ね、何なんですかね、あれ。うまいことやってますよね。まだまだありますからね。全部で何店舗入ってるんですか。いや、確かこの大きいのがもう1個あるんですよ。だから2つ島があって、御殿場すげえな。マジで1日じゃ回りきれんぐらいあるんですよ、御殿場で。御殿場なマイスってお手間マイス出ますね、今回。お手間マイス戻ってくる時の笑顔が見たいな、早く。買い物好きなんですよね、マイスは絶対。確かに、アマゾンでも非常に買うんで、買う、まあ、実際見たらもう買っちゃうんですよ、うん、だから本当にマイスさんって凄腕の営業マンいたら多分何百万使いますから。相当使いますよね。だからハイブランドの店員さんとかと仲良くなっちゃうんですよ。連絡先交換してハイブランドの店員さんが毎回入荷しましたみたいな来るじゃないですか。で、毎回買いに行くんですよね、あいつ。それで営業に一番かかりやすいタイプですね。かもですね、あれは。僕とか逆に店員さんの仕事で鬱陶しくなっちゃうタイプなんで、うん、確かに僕もそっちですね。ちょっとしんどいですね。自分の欲しいもんだけでいいですもんね。マイスってマジで店員さんと話すの好きなんで、うん、専門家と話すのが好きなんですか、マイスさんって、うん、どっかで眉毛サロン行った時もその専門家とやたら話すとか、美容師とかもそうですけど、めっちゃ仲良くなるんですよね。その能力持ってます。すごい情報取り入れるんですけど、それをいざアウトプットする、自分で話すやったら全然話せないんですよ。全く役立ってない。インプットする能力が高いんですけど、ね、はい、マイスさんの買い物と付き合うの初めてかもしれないですよ。思ったていうか、もうカメラ回ってるやったら絶対付き合わないですよ。誰すぎでしょ。こんなその買い物付き合うほど誰もない。男ってやっぱ嫌いますよね。いや、まあなかなかね、彼女との買い物付き合うのでもしんどいじゃないですか、はい、これとこれどっちにしようが結構大変ですよね。そうなんですよ、どっちも買ったらいいじゃんってなっちゃいますからね。お前さんレジで手を仰げましたよ。北島康介さんみたいになってるんですよね、はい、気持ちいいってなってるんですよね。この調子で買っとったらほんまエグくなると思う。いや、エグいっすよ。だって本命の多分ハイブランドゾーンまだ来てないですからね。確かに普段前さん買わないところ買っていってるんで、うん、どっちかって言ったら大本命のハイブランドゾーン来たらエグいことないでしょ。ルイ・ヴィトンとかあるんですよね。ルイ・ヴィトンは確かないっす。グッチ、フェンディとかサンローランとかはありますね。前さんの行きつけもありますよ。あー、シアガ、シアガもあるんで、ジバンシー、バレンシアガ、ディオール、マイス行きつけですからね。この3つですよ。マイスアジの神器って言われた。ハイブランドの中でも結構高い方のハイブランドって、ね、そうですね。しかもちょっと渋めのハイブランドですね。そうですね。なんかルイ・ヴィトンとかグッチとか派手なやつじゃなくて、ハイブランドを結構使いこなした人が到達するところに行ってますよね。王道じゃん、ちょっとそれでどこね。マイスさんって最近ハイブランド買ってヒカル君にバレるとこういじられるじゃないですか、はい、だからヒカル君にバレるようにこっそり買って。いや、ほんまにそうっすね、本当に。気づいたら見てるんですよ。こっそり買いますからね。お、結構ね、やっぱ人が多くて人気が、袋めっちゃ可愛いな。可愛いっす、ジェラピケ。袋から本気やん。誰用に買ったんですか。これ嫁用にパジャマを買いましたね。これはもう絶対に安定で喜ばれる。外れはないですからね、はい、じゃあ、うわー、それも持ってもらうんですね。大変なことになってますよ。5店舗目 1,2,3,4,5 5店舗やん。いい感じです、うん、ちょっと前さっきめっちゃうざい顔したご褒美様ね。まあでも気持ちいいと思うで、こんだけ。そうっすよね。子供の頃絶対無理やん。無理無理、しかも20代の前半では無理やん、これ。無理、この買い方全部よく買えるやん、ババババって。それがね、10個してこんだけ回って1個2個しか買わへんっていう昔の思い出で。今で50店舗で買えるやんか、今だって。もう家族のおばあちゃんの分まで買って帰れるやんか、別に。これでマイスさん指怪我してちょっと嫌な気持ちも晴れますね。そうっすね、嬉しくなりました、こんな主役の回数。買い物したくなったら指怪我したい。そのリスクは多い。まあそれ大手術してますもんね。3ヶ月ですから、これメッシュコーラーどっかでフードバザール、なんでもあるやん、ここでよくない、ここでいろんな種類あるし。ちょっと入ってみたいと思います。はい、じゃあステーキハンバーグいただきました。うまそう、普通にね、普通にうまそう。じゃあ、食べてもいただきます。いただきます。めっちゃうまそう、これ。1つ1500円ぐらいですね、値段的に。かなりボリュームありそう、これ。ステーキも2枚ある、はい、やばいっすね。ボリュームがすごい。いただきます。うま
まハンバーガーめっちゃご飯めっちゃ進みそうっすね。めっちゃなんかステーキやっぱねちょっとね硬いです。本当に柔らかいのになっちゃう。昔は僕この硬さ知らなかったんで、東京で高いやつ食べてこれより柔らかい肉だろうと知りましたから。強制級やから余計にしんどいっちゃう。僕ちょっと前になんか3人で普通にプライベートで行く焼肉屋さんのスタンドみたいなのあったじゃないですか。これ衝撃だったんですよ。めっちゃうまかったです。コース2万ですからね確かに。これ衝撃でしたよ、ね、また家族でこういうデートみたいなのどうなる。服買いに行ったり一緒にするそれなるんですか。まあ、僕もだってここのアウトレットとか家族で来たことありますよ。いいっすね。俺もやろうかな女の子と御殿場にしようかな楽しそうやん。楽しいやん、まあ、いろんなもん見るのが好きやからこういうとこやっぱ多いやん。ゴルフの専門店があることびっくりした。なんかそれは結構ありましたね。3店舗ぐらいありました、ね、だってなんかうちの子供レゴ好きなんですよ。レゴのお店あるんですよ。レゴ専門店みたいな。レゴってまだいつもチーク玩具で高いのあるらしいっすね。あるっすあるっす。7万とか8万あるっすよ。素材の木とかにめっちゃこだわってるやつとかめっちゃ高いっすよ。聞いたんですけど今ってコロナで海外のお金持ちたちが家建てまくってるらしくて木が足りないらしいっす。へぇ木材不足らしい。なんで家建てまくる。田舎で暮らしやから山を。なるほど。都心じゃなくなってるから。そう、木が不足してるらしいっすよ。へぇ確かに切ったらそんなすぐ伸びてこないから結構月日かかるっすね。そうなんですよ。日本の建築業界気がなくて困ってるらしいですよ。へえ。今ってコロナが変異してるらしいですよ。だからやばいらしいですよ。ああ確かに。なんか30歳とかで無疾患の人でもういきなり重症化するらしいですよ。お前どんな病気も軽度重度があって重度になればどんな病気でも死ぬ可能性があるやん。だってドッジボールでこうなる可能性があるわけ。誰が思うよこうなる。ドッジボールみたいな安全なスポーツっていうことやんか。ドッジボールでもしかしたら全治1年2年の大怪我する可能性もあるわけやん。人によってはこれほっといたらもうママとママらしいし、ドッジボールでアキレス腱切れる可能性もあるしな。考えたらそれに近いよコロナだって。人によって全然違うもん。確かにだからあれよコロナってウイルスの中の第5類第2類とかあるじゃないですか。2番目に危険なやつに指定されたらしいですね。へー感染症のあのそうそうそう、ランキングの2番目は危ないですよ。あとは数字が低ければ行くほど危ない。2番ってやばいって。確か1番はああいうエボラ出血とか本当死にすぐ直結するやつなんで、うん、2番目らしいですよコロナ。だからこの緊急事態宣言とかが適用されるらしい。肺炎とかなんか5類らしい。でも肺の致死率高いらしい。でもそれが5類だとって感染の拡大が早いんですよ。スピードがすごいですよね。ちょっと収まったかなと思ったらもういきなり取り取ったもん。びっくりする。やっぱそれに負けないように生活していきたいですけどね。あんまりなんかそれで下向いてやってるの面白くないじゃないですか。だからやっぱこういう時には買い物して経済回ってないとどっかで金使っていかないとダメなんですよ。そういうのもあるじゃないですか。確かに。次経済ショック起きちゃうじゃないですか。コロナショック以上の大事立ち直れないからね。そしたら本当に難しいところなんですよ。ある程度やっぱ経済が回っていかないと生活もできないし、まあ、結局それで生活できなくなって脱出する人とかも増えてますもんね。そうなんですよ。またライブとかも結構きついやらへんかったらライブ会場とか連れてきますもん。裏方もいるじゃないですか。音響さんとか照明さんとか。俺は YouTuber もありがたいことに登場できてるけどこれは当たり前と思わずにやってなかった。確かに。いつ俺らにも仕事をなくなるか分からへんから。俺らみたいな何の能力も持たへん人間が集まって集団で集まってこんな稼ぐって普通ありえへんから。すごい特殊な環境とか。で俺も前さんもスパリさんもロケマさんも名人も誰一人勉強してこずに特別なんか頑張ってない人間の集まりやから。はっきり言わしまったら仕事は人並みやってたと思うんです。スパリさんとかでもそれ人並みやっただけで別に特別すげえ頑張ったかってやったら普通だと思う。もっと頑張ってる人はね、全然いますからね。結局頑張ったからどうかっていう問題ってないっていうのはありますよね。タイミングとかでしょ。そうですね。まあ、ただあと頑張り方もあるじゃないですか。なんかただ時間をかければいいっていうわけじゃなくて最小限の労力をどんだけ最大限の結果とするっていうのは結構重要ですよね。こんな楽しいことが仕事になるってありえへんもん。前その買い物チケットだけやばい。幸せですね。何回レジから戻ってくる話幸せな前さん見れるか今日めっちゃ幸せそうだもん。恵まれてました。仕事にできるまで仕上げたやろ。そうですよ。ここまで作り上げた俺の力。まあもちろんね感謝してます。だからこの怪我をこういうふうに仕事の一部に変えるっていうのは幸せじゃないの。こんな動画がなったらそれをプラスになるっていうか、しかも勇気を与えるわけ。そういう人たちに、うん、それはいいですよね本当に。だってこの骨性マレットなんちゃらっていう同じことになった人コメント欄に溢れたから。へえ。そんないっぱいおったんやって。まあ、なったことない人からしたら初めて聞く病名、うん、初めて。でも昔思ったの YouTube 長く続ける理由でどういうコンテンツって言ったら長続きするかってなるのに俺はトークを主軸にしたコンテンツだと思った。そしたらネタに困っても何とか付け替えていける。ネタだけで勝負する YouTube でならんとこっていうのがあって、だから長い動画を俺はロングトークの動画をヒット戦とか上げ続けたの。それが今になっても目を結んで長い動画を見てくれる人増えたっていう。増えてきましたもんね動画長くする人と、はい、多いし。確かに昔って本当になんか企画の勝負みたいなとかあったじゃないですか。企画力どんだけお金いっぱい使うかとか、はい、だからその中でも僕分かっちゃうんですよ。20分前後の動画の方が再生数伸びるんですよ絶対に。これ今でもそうなんですよ。でもあえて伸びひんって分かっておくけど1時間動画出すっていう。
そうすることで自分の寿命を伸ばしたなと思うんですよ。今回みたいな動画も普通の YouTube だったらもっとパパパって見せるんですよ。1時間ぐらいで見せることで中身がすごくあるように見せる。で僕ら自身が伸び伸びやれるじゃないですか。20分にまとめようと思ったらコンパクトにまとめないといけないと、編集もちょっと正直考えたりしないといけないし、だら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 できないんで楽しくないんですよ、やってる方からして。長時間回した方がミラクル起きますから。しかも僕らとしても楽しいですよ、長い方が。すごいですよこのチャンネル。だってこんなのんびりとした会話とかカットじゃないですか、気圧だけじゃないですか。はい、飯食わったんで次行きましょうか。雨降ってきましたね。確かに天パブ行こう。まあ、でも通路は屋根があるんで。めっちゃ小雨なんで、まあ、そろそろなんかちょっとハイブランドゾーン行った方がいいんじゃないですか、時間的にも。何時までやってるんですか。8時ぐらいなんで。そうっすね。すごいなこの前さんのもう戦闘機っていう感じ。もう颯爽と歩いていきますからね。気合の張り方違いますから。ウルガバイじゃあホースハイブランドですね。ガッパーナ、今日だって全身ガッパーナですもんね。そうっすね、攻めていきますガッパーナ。店員さんもびっくりするんじゃないですか。このフースすごい、何これ、パチンコ玉みたいなの生まれたんですよ。こんなハイセンスでしかないですもんね。俺はちょっと絶対ここに合わない。マイスコレ取ったらムカつくもんね。じゃあドルガバ行ってきます。ドルガバちょっとなんかしっくりフィレスなかったんで次の店舗行きます。はい、マイスさんはドルガバってイメージないですか。まあ確かにちょっと攻めとるよ。初でしたね。バレンタイン。バレンタイン買ったの。バレンタイン。ちょっとここもちょっとあれでしたね。なかったですね。ピンとくるやつ。やっぱ結構派手っすね。派手っすね。まあ、行くしかないんじゃん。もうマイスの故郷。バレンシアガセ行くしかないんじゃん。バレンシアガセ行きます。もうそこしかないんじゃん。結局だからお前もハイブランド行ったらもうバレンシアガかジバンシーかディオールや。どこ多分ジバンシーディオールないっすよね。ジバンシーはもしかしたらあったかもしれない。あるんすか。そこ行こうよ。バレンシアガセ行ったら反対側のもう一個の方かもしれない。今度がいいんじゃん、バレンシアガセまで。はい、じゃあ一回前さん、あの、はい、バレンシアガセまでジャンプジャンプいいですか。はい、バレンシアガセレッツゴー。次行きましょう。じゃあなんか遊園地みたいなのありますね。いやすごいっすよ、アウトレット広すぎやろ。すごいっすよ、すごいっすよね。ちょっと遊園地あるってすごいっすよね。すげえわ。花屋さん、花でしょ、あれ花屋さん、ジャンダルの時やん。いやでもこれも結構いい運動っすね。なりますね。結構歩くもんな。ありましたね。あ、やっとバレンシアガセにたどり着いた。多いな、なやかんや、でかすぎて。確かに広かったねって感じは。この橋渡るんですよ、この橋を。これが楽しいやん。結構長いです。特線 100m あります。別の空気行ってますもんね、これ。やっとたどり着きましたね。ここはもうラストっすね、マイスのラフテルでも。バレンシアガの前の前哨戦として一旦マイスをグッチしたらしいです。ファンローラーも隣にありますよね。ジバンシーもありましたよ。グッチってやつはもうここ流れてきますか。はい、買ってきました、僕がね。グッチってやっぱまあマイスさんのイメージじゃないんで、店員さん何人か聞いてくださって、さすがに何も買わずに出るのはあれだって買いました。やっぱめっちゃお得でしたね。通勤買ったら立つで30万40万するところがなんか合わせて4万ぐらいでした。はい、じゃあ次はサンローラー、サンローラー行きましょう。サンローラージバンシーで最後終点バレンシア。帰れ、スタバ寄って帰ろう。飲み物飲みながら帰りたい。リスでアウトレットで買い物です。楽しいよこれ。でも全部でだってさ30万いってないじゃん。ではサンローラン行ってきます。ちょっとね、サンローラン自慢し行ったんですけど、ピンとくるもんなかったんで、もうラスト終点バレンシアガで、ここで何もなかったらもう帰りましょう。もしかしたらバレンシアガで毎月火を吹くかもしれないからな。確かに十分いい一歩や。でかいなんですよ。ここにはやっぱね全てが詰まってますからね、毎週の。じゃあバレンシアガ行ってきます。行ってきます。いやマイスがバレンシアガで爆買い。え、あ、ほんと買いましたよ、マジ。爆買いしちゃいましたね、やっぱり。じゃあ、思う存分買ったみたいなんで、はい、最高でしたよ。これバレンシアガだけど、こんな持ってる人マジ見たことないんですよ。全部やばいと。バレンシアガだけで34です。こんだけ、まあでも、こんだけ買って34万ってすごいですよね。すみません。まあ、言ってかるやん。じゃあ戻りますか。いやマジ後ろ姿の光くん。爆買いによる爆買いです。テンション上がりました。これはマイスの本気が見えましたね今日。荷物置かないときついわこれ。だってさっきまで歩いてるとき髪の毛の色で光くんめっちゃ注目されてたけど、今バレンシアガの量でめっちゃ見られてますからね。さっきまでめっちゃ雨降ってたのにマイスさんの爆買いによって晴れましたね。チアガバレっすね。間違いなく今まで一番爆買いでした。マイスのストレス発散、お買い物企画3ヶ月に1回ぐらいあるかもしれないですね。でもやっぱこういうのやるってことは前回を超えなきゃいけなくなってくるんで、マイスは結構大変ですよ、それはそれで。普通にプライベートで服買うのやめた方がいいっすよ。すごいわ。カニ、カニすごいっすね。光がこんだけ荷物持っとるんだからないっすよ。ないっすよ。雑用の気持ちも理解してやらない、あかんやろ。トップに立つ人間としてな、
今の俺の気持ち教えてるか。才能あってよかったと思った。人はみんなね、下っ端からスタートしますから。これ銀座で爆買いしよう、次。まあ震災爆買いで爆買いはしましたもんね。カット量で言ったら、今回のワンチャン買っとるけど、5分の1とかね。俺に子供ができたらこういうとこ YouTube で来るわ。めっちゃ景色綺麗っすよ。絶景。デートで来るのはいいっすよ。買ってあげるんすか。これ欲しいって言われたらデートしてて。まあ買いますもん。コンビニのおにぎりおごるのと同じです。やっぱね、せっかくの機会断りにくいですよね。写真撮ってたら好感度上がりますからね。奥さんや彼女を持ってる男はこうやって彼女とか奥さんのためにね、買い物付き合ってね、荷物持つわけじゃないですか。大変ですね。ちょっと笹毛さんの運転でスターバックスまで行ってもらおうと思います。どう、主役最高ですよね、正直気分は。手順うざいよな、前さんって。さらばアウトレット、ありがとう。いやでもめちゃくちゃ良かったっすね、アウトレット。何ヶ月に1回かちょっと来たいっすね。前さん買い物付き合ったろうかな。前さんアウトレットでしか買い物してなかったんですよ。最新のやつとか見たいじゃないですか。それがアウトレットに降りてくるまで。いやそれはもう下がりと一緒なんですよ。最新のやつを見た上で、まあ、たまにアウトレットっていうのがやっぱいいですね。一番センスある女の子としたらまた見え方も変わってきそうだけど。全然変わると思う、正直。前さん奥さんは結構服好きなんですか。いや、そんなっすね。一緒に買い物行ったりしたら、まあ、僕が選んだともあるし、でもまあ奥さんが好きな服もあるんで、それを優先しながらですけど、これいいんじゃないとか言いますね。ブランドものとかあんま興味ないかもしれないですね。子供の服も普段はまあ奥さんが選んで、はい、奥さんが選びますけど、と一緒に行った時は僕も選びますね。佐々木さんないですか。うち奥さん服アパレル店やつなんで、服めっちゃ好きなんで。じゃあもう奥さんが全部コーデの上結構高いから、自分のは自分で買ってやると思います。佐々木さんもじゃあコーデしてもらうんですか。いや僕は自分がいいと思ったんですけど着ないんで。買ってきてもらったこととか一回もないです。絶対着ないんで。自分の好み買ったら似るもんな。同じパターンの柄違いとかね、そんな感じになるよ。今日の光の服装とかは絶対な、モンリオさんやからさ、これ選んだよ。選ばれてなかったらこの服絶対選んでないし俺。いやこれはマジでな、オーラ出たもん。なんか高いの分かるしな、バチッと決めてきたなっていう感も出るやん。これはすごかったな。気づかれ方はまあもちろん髪型でもあるんやろうけど、気づかれるな、ほんまに。一歩歩くたび声かけられるみたいな。一回止まって写真撮ったらもう、うん、もうなだれ込んでくる。一人目になるのって恥ずかしいやんね、みんな。だから声かけてこへんもんな、あんまりずっと回しとったら。意外にな、やっぱ若い世代が多いから連呼しとったやん。 YouTube 見とる人やったら大体俺のこと知っとるしな。覚えやすいやん、俺なんてツートンで別れちゃうから。楽しかったわ、ありがとう。今日ちょっと日沈んできましたね。もう5時過ぎてるんで。いやマジだいぶ長かったんじゃない。結構時間はいましたね。バレンシアガでマジで40分50分いたと思いますよ。めっちゃ長かったもん。まあ、やっぱりその試着とかサイズ感とか結構気にするんで僕は。曇ってますけど多分これ富士山ですよ。へー、かっこいいな、太陽の出方。月の目計画行われそう、なんか赤月の。自分では絶対したくないけど誰かがしとるとこ見てみたって企画思いついた今。床屋行ってみたっていう。田舎の床屋行ったらどんな髪型になるとかっていう。だからそれこそ小学生の時とかに来とったおしゃれとは絶対に無縁の床屋さん行ってお任せでって言って来てもらったらどんな髪型になるのかって めっちゃそれ知りたい。大半ダサくなるじゃないですか髪型。小学校の頃って絶対ダサくなるからここへ行くのは僕が嫌いだったんですよ。だから僕美容師になろうと思ったんですよ。行くのが不幸せになるのがおかしいと思ってたんで、これ幸せにできるんだったらなるほどいいだろうなと思ってなろうと思います。着きました、ドライブスルー。よっしゃー、飲もう。デザート食いたいな俺普通に。チーズケーキとか そっち系食いたい。水って売ってるんですかね、スタバって。多分言えばもらえるんじゃないですかね。待って、フラペチーノにしようもん。まあなあ、うまいからな、マフラは。キャラフラとマフラはもう王道やろ。床屋は絶対嫌やな。罰ゲームとしたらもう絶対にみんな嫌がるやつは肉捨てとかやったら。ミッキーとか多分もうマジで嫌だよ。でも多分ロケマさんもめちゃくちゃ嫌がりますよ、うん、メジエなんか別に、そのハザーも別にって感じでしたね。どのレベルで短くされるかによるよ。どういうオーダーをするかにもよるんだよ。だからまだお任せやろ。だからかっこよくしてくださいって言った見たいっすけどね、うん、エクステやってめっちゃ見たいじゃないですか。その、はい、めっちゃ見たい。床屋さんでお任せでかっこよくしてくださいって今どうなんのかって。めちゃくちゃ見たい。なんか今ってあのおしゃれな床屋さんいっぱいあるじゃないですか、はい、バーバーってバーバーってああいうとこじゃなくてってことですよね。そうそうそう、田舎の絶対おしゃれになる。田舎のだからね、ぐるぐる回ったやつ行ってみてどうなんのかって見たいかな。罰ゲーム絶対嫌。絶対嫌やけど絶対面白いのは分かる。ボーッとするぐらいの覚悟じゃなくて無理やろな。中田秀みたいになると思うんですよ。きっつツートは短いの似合わんからだ。死に物狂いでみんなゲームさせるでしょうね。抹茶クリームフラペチーノのトール、はい、ただ僕ホワイトモカ一つ、アイスで一番でかいの、はい、あ一番大きいのがいいです。シュークリームってあります。シュークリームみたいなのって何かありますか。デザート
めっちゃうまそう。あ、それでしょ。俺もそれでしょ。じゃあそれを2つください。やったー。はい、届きました、スタバ。やったー。いただきます。めっちゃうまそうやん、これ。回復するやろな。うまそう。あ、やば、めっちゃうまい。これホワイトモカマジうまいな。めっちゃごくごく聞こえますね。すげえ、オアシスついたみたいな感じですね、砂漠で。ホワイトモカ食べたことないわ。あ、なんかほんまにめちゃくちゃ砂糖入れたコーヒーみたいな。わかりやすく言うと超甘いカフェオレですね。うめえ、幸せ。やべえ。じゃあこのシュークリームっぽいやつ、あったかくて甘いクリームチーズデニッシュ。うわ、うまそう。こんな感じです。これ初めて食べるわ。いただきます。うまい。生き返るな。やっぱスタバっていいな。あった、中のクリーム、うん、スタバちょっとした贅沢っすよね。昔はほんまスタバ高くて地味に削られるんですよね。マクドナルドセット買えるもんな。女の子とドライブ行く時しか行かなかったもん。喉を潤すだけならこんな値段出さなくていいもんね。ちょっと田舎だとスタバが目的じゃないですか。そうっすよ、スタバ行こうっていうのがもう一個の行事っていう。スタバのドライブスルーよく行ったの。誰やもん、なんかスタバってラウンドワンの近くにあったんですよね、昔は。うまっ。よく行ってましたね、ラウンドワンとセットで。ラウンドワンは何してたんですか。スポッチャ、ゲーセンとかボーリングじゃないですか。 UFO キャッチャーとか、まあ、多いのはボーリングですけど、あとカラオケですね。あ、カラオケもあった。フィーリングカップル付きのカラオケだったんですよ、昔。ランドワン選んで、そうなんですよ、ピッピッピッってなるんです。そうなんですよ。すごっ。で、それずっと入りたい入りたいって言ってたんですけど、男友達とこれいつかやろうぜって言ってたんですけど、結局やらなかったですね。男だけで行って向こうは女の子だけでやったらできるんですか。無理っす、多分。自分たちで男と女で。そうなんそうなんそうなんなんかそれの相席居酒屋バージョンみたいなのやったらめっちゃ面白そうですけど、ね。うん、確かにね。フィーリングカップル今でもやってみたいですね、やっぱ。漫画で出てくるやん。だからやってみたい。爽やかに。え、ハンバーグ有名やん。おー、行ったことないよ。これで1店舗だけなんですか、静岡に。いや、何店舗かある。ベタリースターも東京全然ないもん。地域によってコンビニの種類違いますよね。そうっすね。鳥取マジでポプラばっかりやもんな。やばいっすよ、ポプラの数。ポプラには知らないですよ。ポプラ赤のマークですよ、ポプラ。いや知らないですよ、そんな力説さんって。ポプラめっちゃご飯大盛り入れてくれますから。学生の味方っすよ。え、コンビニっすよね、ポプラ。コンビニっすよ。なのにご飯大盛り、どういうことっすか。だから弁当でめっちゃご飯入れてくれるんですよ。あ、なるほど。はい、弁当買ったらエグフラを大盛りしてくれるっすよ。鳥取はポプラに制圧されてます、完全に。お世話になったな。マジうまいな、ホワイトモカ。とんでもない。インベンティーっていう大きさやろ。ベンティベンティー、あんてうまいな、これ。ちょっとコンビニで水とか買ってきます。じゃあ静岡後にして東京に戻りたいと思います。楽しかったな。でもしかも朝から動いたからさ、まだ言ってこの時間なんやっていう。いつももっと暗いもん。そうそうそう、やっぱ朝から動くんで大事やわ。健康的やしな。めっちゃ時間有意義に使いますよね。こんだけやりきってまだ日暮れてないですから。こっから撮影できるもん、まだ普通に全然できるもん。そう、こっから深夜の1時ぐらいまで撮影して終わって寝ても7時間ぐらい寝れるわけって考えたら、朝動くんっていいな。育成の撮影ぐらいもん。そう、朝からほんまに動いとんのって。あんま朝から僕ら活動しないんでね。まあ、朝が苦手なんですよね、僕が多分。まあ、でも車でどっかに行くっていうのが俺楽しいわ。まあ、新幹線とか飛行機も面白いですけどね。俺昔めっちゃ飛行機嫌いだったんですけど、今めっちゃ好きなんですよね。なんでよ。なんか楽やなと思って、別に漫画読めるし。飛行機の弱点はちょっとやっぱり動画撮れへんわけ、飛行機中に。だから次回はジェット買うしかないよな。新幹線も昔嫌やったけど、今めっちゃ楽やもん、新幹線。快適やもん。目的がある通りってめちゃくちゃいいっすよね。いいっすね。こんなとこね、ちょっと行きたいっすね。行きましょうよ。僕ら時間あるんで。それが僕らの仕事なんで。どこでも行けますからね。明日も明後日も丸一日空いてますよ。撮影のために開けれるんで。はい、撮ったとしても多分確か変更できる予定やもん。大半はな、帰れへん予定もあるけど、大体は帰れますからね。楽しいな。いろんなとこ行って、いろんな飯食って、いろんな人と会って、それを動画として編集して世の中で配信していく。めちゃくちゃ特殊な仕事やな。もうそれが今もう当たり前だったら、こんな幸せなことないわ。次別の仕事できるの、俺何してんか分からん。お金儲けできるやろうけど、こんな楽しくて俺に向いとるのってなかなかないんやろなと思う。それを見て楽しんでくれと視聴者の人が大半なわけ。それがすごいし、手術の動画でも思ったけど、それでなんか元気をもらいましたみたいな。僕も落ち込んでるんですけど、笑えたりとか頑張ろうっていう風に僕もなりましたとか、そういうコメントがあるからわけやから、それすごいことだよ。俺からしたら喋っただけだよ。 YouTube に巡り合えたことは、まあ、よかった。そこまで YouTube すごいね。万歳万歳腰痛万歳。仕事ってなんか嫌なことをするから仕事なんだみたいな、昔教えられた。人がやりたくないことをやるからお金もらえるんでしょみたいな。あー、それはね、全然違うじゃないですか。違いますね。めちゃくちゃいいですよね、それは。そうっすね。やりたくないことなんて1ミリもやってないじゃないですか。まあ、ある年編集ぐらいですか。まあ、そうっすね。編集とか、しんどいことやってますけど、体力的にとか、精神的にとか。でも言って知れてますね。アンチに叩かれるとかっていうのはやりたいことではないんで、別に。そこでまあ耐えれなくなる人もいると思うんですけど、そこを一回受け入れることができたら多分大丈夫ですね、この職業は。確かに。
大半肯定してくれるというかさ、まあ、それはここまで光くんがなったからそういうなってるわけじゃないですか。まあそうっすね、確かに最初は茨の道やな。やっぱ YouTube はね、聴者と一緒にいろんなことに立ち向かっていけるっていうのが楽しいですね。まあ僕で言ったら例えば矯正今してますけど、同じように矯正してる人たちとか、矯正これからしようと思ってた人たちがやっぱコメントめっちゃくれるんですよね。光さんきっかけで矯正しようと思いましたから、はい、めっちゃ来てて、僕の訴求がめちゃくちゃうまかったから矯正迷ってたけどもうやること決めましたとか、もう俺のガチの知り合いのお金持ちの知り合いとかが教えてほしいみたいな、どこでやってんの教えてほしいとかめっちゃ来たりとか。僕だってあのプロの J リーガーの友達がいるんですけど、はい、その人から光さんの動画見たんですけど場所教えてくださいって連絡来ましたよ。そうですね、だからそれぐらいだから動画を見てね影響を与えてるんだなと思ったら嬉しいですよね。しかも矯正ってさほんまにマイナスがないやん、まあ、値段ぐらいですよね。そう、値段とか時間とかストレスとかそんなだけで結果に対しての不満ってあんまなかったりするじゃないですか。そうですね、それがいいですよね、治療みたいなもんなんでね。俺で言ったら呼吸症候群が軽い症状が出とうらしくて、呼吸が浅かったりとかこれが深くなったりとかするっていう話だから、そう、それをね治療したりとかね。僕で言ったら首の痛み、僕もうすでに首の痛み取れてきてるんですよ実は。で整体行ってるんですけど、整体の先生から俺昨日行ったんやけどめちゃくちゃ良くなっとるみたいな、何したんですかって言われて、びっくりするよくやってますよみたいな、肩とかその骨盤の歪みが明らかになくなってるみたいな、まあ、矯正ぐらいしかしてないですよって言ったら絶対多分その効果ですよみたいな。俺ちょっと行けへんかったから行こう。でも矯正15日ぐらいね、まだ15日だけ矯正しただけでそんな変われへんねん。びっくりな、やばくない？やばい、まあ、そんなことないやん。15日で効果が出る、びっくりした俺ほんま。やってよかったと思って、結果として出てくるから余計にもっと頑張ろうと思うやん。手を抜かずにこれをやりきったらその先に明るい未来が待ってるなと思うからやれるみたいな。いや、それで言ったら俺も滑舌、先生から上顎広げることによってその舌がやりづらくなるから、やっぱ滑舌がちょっと悪くなるかもしれないって言われて、舌の下の部分を切ったら数倍良くなるみたいな滑舌を。でもそれやる人おるやん、生まれ持って滑舌悪い人が舌切って滑舌良くするみたいな。それも勧められてやろうと思ったけどね、痛そう想像して痛いけど、これ以上の俺痛みないからな。舌切るってどういうことなの？舌のなんか繋がってるんですよ。そうそうそう、それ切ると舌の可動範囲が広くなって滑舌良くなるんですよ。俺もこうやったら滑舌良くなるかな。俺元からいいから関係ないか、関係ないんじゃない？まあそうやな、俺めっちゃ滑舌ええもんな。めっちゃいい。だから俺はやっぱ矯正したの分かるぐらいちょっと悪い。俺だって今こうやってさ滑舌がちょっと悪くなって、過去のやつ見たらびっくりしたもん、自分の滑舌の範囲こいつすごいなと思ったもん、自分のことながら。このスピードって話なんでこんな滑舌ええんやろって思ったもんな。頭の中で思ったこと喋ろうと思っても口がついてこんかったら終わりやん。口がついてくるって大事やな。大事、思ったことをそのまま言葉にできるっていう、意外にそれができんからな。どっちが片方の人多いやん、どっちも持っとる人って少ないやん。口は回るけど頭が回らへんとか、両方回るとってめっちゃレアなんやろな。レアやな、滑舌で悩まされてるのも山ほどおるやん。そういうの知らんかったらさ分からへんやん。でも滑舌をそういう手術受けてほんまによくやったら、いや俺もやろうとかってやっぱ増えるわけやん。絶対増えると思う。だって営業マンとか滑舌めっちゃ命やん。何するにしても滑舌ええ方がええからと思う。絶対間違いない。でもアナウンサー目指すにしても滑舌バレーがやめましたとか言ってもおるわけやん。でも滑舌が直せるやとしたらその道が開けるもんな。それ言ったらなんか俺の額のやつもとかさ、単発したかったけどコンプレックスを直せる、コンプレックスで嫌やったらできひんかったみたいな、絶対多いからな。今の中で医療とか技術ってほとんどのコンプレックス直せるんやったよ。いやそれがすごい。だって何か身長すら伸ばせるらしいからな。らしいな、まあ、もちろんそれは何ヶ月か何年かぐらい車椅子の生活したらかとかそういうのらしいけど、でも伸ばそうと思って伸ばせる。それはすごいやん、お金があればって考えたら、ほとんどのコンプレックスってお金を稼ぐことで大体改善されるっていう、あと時間をかけることでってことを考えたらすごいよな。でもそうまでしても直した人っておると思うね。いや絶対おる。身長なんてさ願っても手に入れへんもんよ、永遠の悩みなわけやん。その人からすれば多分一生をかけてる。それがもしもお金かけて1年間とか2年間耐えて手に入らんとしたら、絶対喉から手が出るより欲しいと思うんだ。確かに、だって身長によって諦めざるを得へんスポーツとかもあるわけやから、絶対的に。だって150点じゃ絶対プロのバスケ選手になれへんもん。限界っすよね、150。めっちゃ多いと思いますよ。もし自分がワードに10センチだったら絶対プロいけたのにって思ってる人めっちゃいますよ。絶対そうっすね。バスケもそうだし、バレーとかもそうだ。まあ絶対そうだと思う。身長がないから届かへんかとか、逆に言えば身長が低くなって出てきて、今ではボートレースとかさ、競馬とかそうっすよね。身長高かったら無理ですよ、体重とかで。相撲もそうっすね。関取169の状態と誰だろう。壁があるもんな。確かにパリコレのモデルとかも背低い人っておらへんもん多分。そこをもしやりたいと思った時にその壁を突破できる可能性があるもんな。それで考えたら今の技術もすごいと思うわ。すごい時代に生まれとは。肌治療とかもそうやと思うけど、肌が綺麗になるなんて思わへんかったし、考えへんかったな。確かに。だって俺が高校生ぐらいの時に肌の治療一回行った時に、神戸とかにニキビ跡は治りませんって言われた。ニキビの跡を消すことは現在の技術では不可能ですって言われたからね、当時俺。今さ覚えとるもん。それかなり有名なとこ行ったんやけど、それが今も別に全然普通に消すことができるっていうのは革命が起きたわ。はい、帰ってきました。
疲れた。お疲れ様でした。いやじゃあタイムラストしましょうか。いや一回切れなかったすごい量、まあ、これで分かれてるんでこことか一個じゃないんですか、ね、そうです。バレンシアが一番最後ですよね、うん、バレンラッシュね。これからいきますか。子供のために買ったやつね。はい、嵐の峰宮君が YouTube 始めてましたね。すごい事態が起きましたね。やばすぎでしょすごい確かにグループ YouTuber だっけこれですね。可愛いな。女の子用の。熊さん。前さんでも綺麗だもんなこれ。無理や。これは喜ぶんじゃない。絶対喜ぶな。可愛いのやっぱ好きやから。やっぱ動物入ってるとね、子供はまあ大体喜びますよ、ね。まあ喜びますね。これはもう自分用ですね。アルフローレン。あんま普段着ないように色。珍しいよ。相馬さんから。緑。深い緑。可愛いこれ。おお、まあ、確かに可愛いな。熊ええな。確かに。ポロベア。はい。うん、人気っすよね。これ人気です、はい、めっちゃあったもんなこれ。1枚でこれ夏着れるっていうような、はい、これからの時期に夏服欲しかったんです。畳むの綺麗ですね。え、なんてやの、畳むの綺麗ですね。綺麗に扱うの服は戻すにそこに置いてよくない。 これがジェラピケですね。これはあの嫁用です。寝巻きみたいな感じ。ああいいですね。パーカーでおなじみのジェラピケって感じの安定感のやつ、ね、これの上下ですね。長ズボン、はい、寝れる時とかに手触りがいいですよね、うん、めっちゃね、うん、結局そうなんですね、うん、高級タオル着て寝てるみたいな感じ。でこれ一番最初にちょっと購入したの、これがもしかして結構一番高いレベルかもしれない。えジスク結構高かったですよ。一番高くないかな。5万とかしました、シャツ。ああ確かにこれ高かったな。オフなって5万ぐらいしますからね、はい、元はなんか6、7万とか。なんかマイスさんっぽい色でしたね結構、まあまあ、マイスさんって感じしますよね。赤の入った結構、まあ、しかも別にこれ涼しそうやしな。これ秋口とかでも全然着れそうな、もう無難にいいですね、はい、もう可愛いシャツですね。じゃあ次はグッチですね。グッチね、これ僕が買いましたね。セットアップでもうグッチって分かんないですよ。確かに、うん、一番おしゃれ。分かんないんですけど、これが2着で4万です。はい、めっちゃ安かったっすよね。4万着てますよ。何だったら3万6000円とかっすよ。2着でめちゃくちゃ安いです。迷わず買いました、ね、1個1万8000円とか。あれね、なんかグッチじゃなくてもいいんですけど、シンプルやし、なんか GU 着てるぐらいの感覚で着ようかなっていう生地めっちゃ良かった、うん、肌触りというか、うん、いいな。まあまあさすがにやっぱハイブランドだけあるよな。本当は多分これね、全部どっちも10万超えるやつなんですけど、絶対超える。グッチらしさがないからか分かんないですけど、売れてなかったんですよ、まあ、色もちょっと地味やからって。そう、地味やからってね、まあ、持ってないから買いましたね、この色も、うん、こういうセットアップ1個欲しいって言ってましたもんね。そうなんですよね、はい、ちょうど良かったなっていう感じですね。まあしかも別にこれ着て選べて着れそうだなっていう、うん、確かに、はい、で、次、靴ですね、アディダスの。これも衝撃のパーセントオフでしたね。はい、はい、50% オフですよ、これ。箱めっちゃかっこいいな。何やこれ、ベイブレードみたいな箱してる。はい、ベイブレードみたいな。ウルトラブーストね。はい、かっこいい。まあ、これ、紐がちょっとオレンジにしようかなと思ってます。あ、このシューレースが、はい、これ歩きやすいんですよ、めっちゃこれ。確かに、前さんこういうの履いてますもんね。はい、好きっすね。アディダスは無難にいいっすよね。じゃあもう次からいよいよバレンラッシュですね。バレンラッシュですね。ここで一番爆買いしたっていう。すごいバレンラッシュ。バレンシアガで何個だ、6個ぐらい買ったとか。1、2、3、4、5、6です。6個や。6バレン。6バレンですね。6バレン。これはポーチです。ポーチ、ほら、お、かわいい。あ、どっちかわいい。まあ、これはかわいいですよね。おい、センス抜群って感じですね、うん、これ持ってたら。嬉しい。なんか取り出すときに、こっから取り出したら、うわ、めっちゃおしゃれってなりますよね、まあ、自宅の小物入れとしても使えますよね。なんか薬入れるとか、うん、化粧品入れたりとか、そうそう、何でも入れれますね。持ち運び便利かなと思って。じゃあかわいいな、はい、女の子にでも渡せるっていう。おばあちゃんとかに使えるよ。確かに誰でも使えるな、これ、うん、お次が、あ、これですね。これやな、これっすよ祭りしよう。もう夏用ですよ、こんなんも。まあでもこれぐらい派手なの面白いよね、うん、バレンシアガで結構俺新聞目が多かったんですよ、まあ、だからどうせやったらちょっと派手めなやつも買っちゃおうかなっていう、カメラマンが見るとおかしいよどんだけ目立とうとしてませんっていう。腹にもつながり、まあ、いじられたりもできるし、もう美味しいかなっていう。しかも寿司とめっちゃこれ夏用ですね、ほんと今からの時期ちょっともう、でも普通におしゃれですからね、これは。ガンガン着ていったろうかなと思ってますけど、まあいいんちゃう、涼しいしめっちゃいいっすよ。レインボーって今流行っとるよな。確かに流行ってますね。ビトンとかもレインボー、うん、ビトンもあったし、うん、レインボー多いよ。グッチもちょっと前レインボーあったし、はい、まあ、おしゃれですよね。バレンシアガすごいバラすけど、意外と着てみたら馴染むぐらいの。前さんなら着こなせる多分大丈夫、まあ、地味なやつばっか着てもな、まあ、確かに、うん、やっぱたまにはちょっと派手なやつもあった方が、はい、次がこれです。パンツ、あ、持ってないな、これ前さん、はい、確かに短パンです。前さん短パンとか履くんですか。いや、もうこの夏ちょっと履こうかなと思って。ジーンズの短パンであんまないよな。確かにないんですけど、まあこれと合わせたりなんかしてね、これ見ません、はい、パリピッスよ。確かにこれをでも着こなせるっておしゃれよな。うん、本当の正直おしゃれよな。着こなせるかわかんないですね。まあまあこういうのもいいかなと思って買ってみました。今回次はこれシャツです。おー、まあこれは無難に着れそう。そうですね。なんでこれ僕じゃないんですよ。バカ、これ光に着ようぜなと思って。プレゼント、はい。おー、なるほど。確かに似合いそう。なんかもうぽいなと思って。うん、シンプル。今これはね、ちょっと
っとでかいかもしれんけど、なんか夏めっちゃ涼しいとこれ。あ、でもこういうのってオーバーサイズに着ても可愛いですもんね。はい、まあせっかくじゃバレンシアガもいっちゃうけど、これなんかどこのやつかわからんのがいいっすね。あ、似合うわ。あ、やっぱり似合う、確かに着、ね、やすいっす、マジで。あ、めっちゃ着やすいやん、これ。生地ツルツルで良さそう。ツルツルでいいっすね。こういうの好きやん。うん、こういうのめっちゃ好き。生地とかでその気持ちいい系のやつ、うん、いや、いい感じっすよ。あ、いい感じっすね。ああ悪くないっす、全然ありっすね。ええやん、ありがとう。それお前さん、すごいな、おしゃれ番長ね。おしゃれ番長、おしゃれ番長、さすが。で、もうこれも見たらかな、靴っすね、シューズっす。お前さん、バレンシアガでトータルコーデ揃ったんすか。まあそうっすよ。バレンシアガってマジで靴人気やもんな。人気、あの、でかいな、はい、ガンダムみたいなやつ。これすごい。おー、黄色、ド派手やな。派手、黄色。デカめなシューズです。派手めな感じのコーディネートです、今回。ショートパンツにこの靴ってすごいっすね。もうハイセンスっすよ。どうなるの見たいの、どうなるの、全然バレンシアガ。それちょっといつかそれを全部合わせようと見たいな。だからネクステの外撮影とかのそれ全部着てほしいな。どうなったんかって、カメラさんが全部これでめっちゃおもろいけど、それ誰が最初にいじるかちょっと見たいですけどね。うん、確かに。僕らは知ってるじゃないですか。まあまあね、うん、でも大体予測つけますけど、うん、気になるよな、だってこれ一つちょっとまあやばいやつやん、このいきなり。そう、エンジェルみたいなやつがいきなり来始めてやばいやばい、狙いにはいってますよね。でもこの靴もかっこいいじゃん。あんまりバレンシアガの袋の投げ方すごいな。多分多すぎでしょ、これ。ラスト、紫。へぇ、珍しい。パーカー珍しいな、紫のパーカーって。これシンプルなんですけど、まあ、裏が、分かる。これっす。あ、もうドシンプルなやつやん。あの、よくあるやつね。あ、よくあるやつ、ドシンプルっすよ。これは、僕じゃないです、これも。これ、佐々木さんっす。おー。いや、これ僕もらえるんすか。はい。わかるように、確かに。まあ、なんか俺着てそう。しかもイメージカラーじゃないですか、一応、紫が。ありがとうございます。嬉しい。まあ、バレンシアガっていうシンプルなやつですね。で、紫っていうの、可愛いなと思って。ありがとうございます。はい。まあ、私は。これプレゼントです。さすが、おしゃれ感じのすごい。好みに答えてくれますね。はい。ありがとうございます。以上ですね、僕が今回買ったのは。合計で何本くらいしたの、これ全部。バレンシアガで34とかっす。50万くらいっすね。50万でこんな楽しめるんやな。普通のハイブランドだったらマジでこんな楽しめへんからさ。50万で。そうそうそう。2着ぐらいで終わっちゃいますもん。多分すぐ終わりますよ、ほんとに。靴も山盛りっすもんね。はい、6万とかで。ワンちゃん僕のこのセットアップで50万終わりますよ。確かに。だからこれだって10、10とかで。高かったらもうちょい行くかもしれない。もっといくやん、絶対。うん。この点タイプは。もう旅行30とかで。で考えたらめっちゃやっぱお得やなっていうの思いましたね。すごいな。アウトレット様々って感じで。いや、楽しかったな、でもこんだけ爆買いできるのは。まあしかも一人でも行って楽しいんやろうけど、こうやって仲間内行くっていうのがやっぱ最高っすよね。右手の痛みもちょっと和らぎました。あ、もう全然です。もう全然大丈夫です。爽快感が強かったな。こんだけやっぱ買うってないから、なかなか。確かに、休日を過ごしたって感じするもんな、なんか。過ごしたかな、すごい。そんな感じで、今回は、デビューを負傷したマイスさんをねぎらうという。ありがとうございます。そういう動画でした。たまにはね、こういうのもありかなと思うので、まあ僕たち自身も楽しかったんでね、よかったかなと思います。最初の感じで今回はこれで終わります。ありがとうございました。でラストにちょっと前さんそのバレンシアガフルコーデちょっと見せてよ一回。いや見たい。どういう風になるのか俺が聞きたい。そう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 。まあちょっと想像つかんもんな、この感じ。ちょっともう色合わせとか分からん。これですごいおしゃれになっといたらほんま認めるわ。マジでおしゃれ番長と認めるけど分からんよ俺ら。でもう想像できんわけ、これほんまに。イメージつかないですよね。そうそう、これまとまってるのかちゃんとね。ガチャガチャイメージあるもんな、これも。まあまあまあ、じゃあ来ましょうか。え、ちなみに自信は結構あるんですか、やっぱ。まあまあなんとなくですか、あるっすけどね。想像つかんな。でもバレンシアガをかける3したらそれやっぱすごくなるんじゃん。僕自体の顔が派手じゃないんで、派手な方が逆に映えたりとかするんですよね。まあ確かにね、派手と派手で挟んどうやん。真ん中は結構シンプルになってね。うん、確かに。まあまあちょっと見とってください。じゃあ前さんの準備ができたみたいなんで、ちょっと出てきてもらいましょうか。お願いします。まあまあこんな感じっすよね。でもなんか意外に悪くないぞ。いい感じっす。まあいいっすよ、普通に。確かになんか全然ありでしょ、あり、うん、めっちゃなんかゴルフとかしてそうだよ。うん、ちょっとなんかド派手なゴルファーで降りそうだもんな。はい、うまそう。うまいですか。うん、そのなんか開花のところにこのジーパンの短パンっていうのがなんか合いますね。確かに。へー、しかもこの靴の黄色もね、やっぱシャツにも黄色入ってるんだよ。はい、そうですね、確かにな。まあ、すごいな、とちょっと違う感じですよね。本当におしゃれなやつって感じしますね、これ。うん、ハイセンスですね、これ。そんな褒められなんて。なんだよ今のは。何すか。まあちょっとやっぱ面白さみたいなのがあったつもりだったんです、僕の中で。ちょっと受け狙いみたいな。そう、ちょっとやっぱ笑いと似た部分もあったんです、正直。前すね、顔が地味やからこの派手なやつが違和感なく切れてるっていうか、あるかもしれないですね、それ。なうるさすぎないですよね。うん、全然もうこれでカメラ撮ったって。
こうやって、うん、まあでもなんかハワイとかで全然降りそうやもんこんなん、うん、しかもやっぱ涼しいめっちゃ生地がいいから結局この、うん、そうやそうやしかも短パンも涼しいしなだって膝上やもんこれだって、うん、確かにだから今めっちゃ足綺麗やったからだって脱毛でね、はい、で普通って膝下やん大体膝上って膝上それが海外とかでもこういうの結構主流というか、うん、いやもうこれゴルフ全然これでやっていいんちゃうと思うもんこうやってやってみたりして、うん、いますよねこんな感じのゴルファーって、うん、派手なやつよかったっす、うん、じゃあもう帰ってじゃあな